の選手がメジャーで新人王になれるのっておかしくね？メジャーから来た選手が日本に来て15勝とか30本打って新人王って言ってるようなもんやろ。NPB はトリプル A みたいなもんだし。MLB からしたらよその国なんか 3A としか思ってない。アメリカ人が受賞資格あるって決めたんだから日本人がとやかく言う問題ではないやん。去年の千賀で取れへんからどっちにしろハードル高いやろ。別に日本人としては受賞資格なしでも全然いいけどメジャーが固くなにそれを認めないから。メジャーは最高峰と自負してるからわかるけど NPB はじゃあ韓国人や台湾人に新人王絶対あげへんやろ。つまり優しさ。日本はメジャーだから同行じゃなく外国でプロやってたらダメなんだっけ。個人的にはメジャー経験ないやつならいいんじゃねって思っちゃうけど。キューバリーグはプロではない扱いなのでキューバから来た選手は新人王資格あふんよね。ドラフト経由が条件とちゃうんか？マック鈴木とかただのは資格持ってたと思うし。日本人はそうだね。ここで言ってるのは外国人の話。だからそれもドラフト経由だけとちゃうんか？外国のプロリーグのプレー経験があって日本国籍もなくドラフトで NPB 入りした選手っておるのか知らんけど。ドラフト経由である必要はないよ。3A とまで入わんけど 4A とか言われるようにメジャーの下という意識だからそうなる。もし日本人が新人王取りまくったら変わるかもだが現実そうなってないし。毎年大谷クラスがボロボロ日本から来たらメジャーも顔色変わるだろうな。NPB だって独立の選手が成績残したら新人王やるしな。あれ俺たちもプロなんだぞと反発する独立リーガーおらんのかな。新人王になった日本人少ないからええやん。鈴木誠也や吉田正尚でもなれない世界やぞ。今年は山本由伸か。確かに違和感があるわ。日本人も結構活躍する選手多いけど新人王はまだ4人しかいない。新人王争いのレベルが高いんよな。まず向こうは体作りだったり FA 単位だったりでよくついてから本格デビューさせるから。どうせほぼ無理やし。NBA もヨーロッパでプロだった選手に新人王やってるで。そもそも日本をマイナー扱いしてるが実際のところどうなん？ WBC やと日本の方が強いやん。WBC みたいな代表チームの短期決戦とリーグの強さは全く別物。